皆さんこんにちは、松本えなです。今日は見てください、これめっちゃ可愛いでしょ。あのね、久しぶりに22SS のルックブックやっていきたいと思います。イエーイ。じゃあ早速やっていくよ。イエイイエイ。はい、じゃあまず何から着ていこうかな。1体目、まずはこれだな。シーズンのね、イメージディティールである紐のデザインを施したこのキャミソールなんだけど、これめっちゃ使えるんだよね。で、あのベージュが一番使えるんだけど、このねメッシュのトップスとね合わせてもすっごい可愛いの。パンツはもうワントーンでまとめてあげた方がちょっと大人っぽいカジュアルで抜け感も出るから、ちょっと見てみて。変身パッ、じゃーん、こんな感じです。見て、これがさっき言ってた紐なんだけど、めちゃめちゃ可愛いの、これほら。あとこのスリットめっちゃ良くない？この袖のところと、あとサイドにスリットが入ってるんだけど、このメッシュトップスも本当に私お気に入りで、あのね、白じゃないんだよね、色もちょっとアイボリーがかったコットン 100% のメッシュトップスになっています。そしてこのシューズなんだけど、シューズもねすっごい可愛いんだよね。このシューズがあの今期のコレクションテーマのバーバラ・ヘップワースさんの彫刻からインスピレーションされたあのシンメトリーなフラットシューズになっています。履いてもねめちゃめちゃ楽しいんだし、本当にクラネのオリジナルアイテムって感じがして、私はもうすごいねこの靴大好きなんだ。あとこのザローのバッグは最近買ったもので、なんかこういうワントーンのスタイリングにこういう抜け感あるバッグをさらっと持ってたらすごい大人っぽくて可愛いんじゃないのかなって思いました。はい、そうだ、これもう1色着たんだ。もうね4色作っちゃったの、可愛すぎて。どうしよう、何色着よう。見る見るよね、どうしよっかな。見たいよね。でも黒にしよっかな、大人っぽいし着やすいしね。じゃあ早速変身。はい、こんな感じです。さっきちょっと大人カジュアルな感じで合わせてたので、黒はちょっとレディーライクな感じで合わせてみました。でメッシュだからあの黒でも重くならないから、私は結構ブラックもおすすめです。はい、こんな感じ。このスカートもあの後ろにねすっごい大きなリボンがついていて、あの本当に可愛いんだけど、ウエストギュッて締めるとウエストもすごい細く見えるし、足長効果もあるし、やっぱりこのデザインすごいね人気なのですごくおすすめです。で、紐キャミにザローのバッグ合わせています。なんか言ってるね。あ、靴だ靴だ。これもヘップワースさんのあのからインスピレーションを得て作ったアシンメトリーのパンプスバージョンになっています。はい、じゃあこんな感じかな。なんか言ってるね、なんか言ってるね。あ、カバンかな、違うね。あ、そう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 、ワンピースだ。これね可愛すぎてワンピースも作ったんだよね。で、このワンピースツーウェイなのよ。ずっと私ねツーウェイツーウェイって言ってるけど、これねあの裏表両方着れるアイテムになっていて、グリーンのね発色がめちゃめちゃ可愛くて、これリボンを前でも後ろでもどっちも着れるんだけど、本当にねあの着てみた時すごい可愛いから変身。こんな感じになるのよ。どう？今回はちょっとリボン後ろにして着てるんだけど、首に巻いてるのがあのトップス、こんな感じのスタイリングも可愛いかなと思って合わせてみました。でもこのさワンピースは本当にその日の気分であのちょっと前後ろいろいろ遊んで着てみてください。可愛いでしょう、グリーンも。はい、こんな感じ。リボンがね3連になっています。で、前であの羽織として着るときはあの紐をもう結ばなくても可愛いです。はい、バイバーイ。次は何にしよっかな。これだ、このねフリンジトップスね、私 22SS の先行予約アイテムの中で一番好きなアイテムになります。
もうねこれねベージュももちろん着やすいんだけど、やっぱり私は白が好きなんだよね。もうこの着た時の可愛さの破壊力が半端ないです。そしてこのトップスには先ほどの紐ディティールが施されていて、このフリンジトップスも 2way で U と V どちらを前にして着ていただいてもとっても可愛いです。で次がこのスカートなんだけど、ギャザーのボリューム感は主張しつつ、ウエスト部分はすっきりしたラインなので、トップスをインしたりアウトしたり、すごいねバリエーションを広くスタイリングできるところもとってもおすすめで、結構ね腰回りがすっきりしてるから本当にねこういうアウトのスタイリングやってもめちゃめちゃ可愛いんだよね。どうでしょう。でこのフリンジはクラニオリジナルで作っているフリンジになります。はい、スカートも可愛い。すっごいフリフリしてるけど、なんだなんだ。次がベージュも着るのかな。はい、変身はしないですね。変身難しい。はい、こんな感じでめっちゃテンション上がってますね。このねフリンジをセットで着ても可愛いです。今回ねボレロも私持ってるんだけど、ボレロめちゃめちゃ使いたくてまた気分になったので今年も作りました。でさっきは U を前にしてたんだけど、今回は V を前にして着てみました。こっちでね着てもいいよね。はい、こんな感じで皆さん着てください。バイバーイ。次も元気もりもりに紹介していきたいと思います。次がこのパッド付きのスクエアネックがとっても可愛いニットタンクです。これ着た時にね本当に綺麗なの。下着っぽくならないんだよね。ちゃんとスクエアネックがファッション感ってとってもいいの。ちょい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 、うん、はい、着替えました。こんな感じで本当に胸のラインも綺麗に見えるし、ブラつけなくていいので背中はちょっと大きめに広めに開けてデザインしました。そしてこのロンティーも本当にね肌の透け具合とかすごくね、この後ろの細いラインが繊細でとっても可愛いトップスなんだけど、もう何が可愛いってこのレースのオールインワンが可愛い。これも本当に可愛いの。もう赤も可愛いし、グリーンも可愛いし、アイボリーも可愛いんだけど、もう私は断然アイボリーがおすすめです。着たらねこんな感じになるんだけど、もうさレースでオールインワンってもう可愛くない？それだけで可愛くないですか？でもうこの時はまだちょっと寒い時期なので長袖で合わせてるんだけど、もうすごいね暑くなってきたら私はもうなんかタンクトップとかでほんとさらっとこれを着たいなと思っています。でもレースもね可愛いし、足が長く見えるように作ってるのでスタイルアップ効果も抜群です。あ、じゃあ最後にバッグでも合わせとこうかな。このバッグは、フェンディのピーカーブーですね。こういう感じでアイボリーとベージュで合わせると優しいトーンで可愛いと思います。そして次、これも可愛いの見て。このねレースのオールインワンのシリーズ、同じシリーズのレースのシャツになります。これも3色作ったんだけど、どの色も本当に可愛くて、私は結構ね赤も好きなんだよね。すごい顔がパッて明るくなるからさ。でもグリーンも綺麗だし、でもやっぱ白だよね。はい、ぴょん。インナーを脱いできました。夏はねリアルにこういう感じで着たいなと思っているんだけど、やっぱりねこのシャツをこのレースオールインワンの上からね着るのがすごい可愛かったの。こんな感じで羽織ってもらってももちろん可愛いし、トップスとして着てもらっても可愛いシャツなんだけど、このくるみボタンでチャイナディティールになっているところがとてもポイントのシャツになります。で大人の方も着やすいようにこのチャイナディティールは華奢で小さめに設定ところも私的にはとてもポイントの一つになります。あと透け感があるシャツなので袖はちょっとあえてね長めに作っています。そしてサイドにスリットが入っていて、シルエットももちろんめちゃめちゃ可愛いので、こちらももうね1枚持ってたら絶対使えると思うので、ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。はい、じゃあ次がこのセットアップです。これねスウェットの楽チンセットアップなんだけど、このグリーンもすごい可愛いんだけどね、
見てください、この色パープルめちゃめちゃ可愛くないですか。変身になりました。もうねこのセットアップは本当に楽ちんだし可愛いし、いいところがもうギュッて一つに詰まった感じのセットアップになってるんだけど、本当にあの私のおすすめアイテムの一つでもあります。で、あの楽だけじゃないっていうところがやっぱりポイントで、しっかり切り返しだったり袖の丸みっていうところにもこだわって作っているのと、ポッケもしっかりあるから使いやすいっていうところもとってもいいです。あとねスリットが深めに入っているのでスニーカーとかと合わせても可愛いと思います。お子さんいる方にもすごくおすすめのアイテムなので、ぜひチェックしてみてください。なんだその顔は。次はなんだ。あ、これか。このトレンチコートは今季一押しのアウターになります。で、ホワイトもピンクも可愛いけど、やっぱりあのトレンチはベージュが一番可愛いかなと思ったのでベージュを着ます。はい、着替えました。もうね中はシンプルにホワイトでまとめてみました。で、パンツは今季の新色のベーシックタックパンツのホワイトになります。そしてこのトレンチコートなんですが、クラネのアイコンであるスクエアスリーブを施してあり、なんとねこれすごいのよ。ちょっと見ててもらっていい？襟がねスタンドカラーになってるので、すごいねあの首元がすっきり見えるし、あとこの袖がさ、見てなんか見えたでしょ、ほらボタンがついてるの。ってことはもうわかる人はわかると思うんだけどね、ちょっとこれは後のお楽しみに残しておこうかな。こうして腰紐をキュッと結んで袖をこうまくって着るスタイルもすごい涼しげで可愛いなと思います。で、今からがもうね一番の見せどころなので、皆さん画面に注目してもらいたいんですけれど、いきますよ、せーの、ふい。袖がね取れるんです。めちゃめちゃ良くないですかこれ。SS のアウターにぴったりのディティールだなって思って今回取り入れたんですけれど、あのジレとして着ても可愛いっていう、もちろんアウターで着ても可愛いんだけども、ジレとしても使えるっていう最高のアウターになってるので、ぜひこちらチェックしてみてください。ではこのまま流れでベーシックタックパンツの紹介をしていきたいと思います。まず今季も4色なんですが、私が履いているのがホワイト、そしてあのベビーピンクとちょっと黄みが強いベージュとネイビーの4色展開になります。もうねどの色もあの使いやすいんですけれど、このピンクがすごい可愛いからちょっと今から履いてみたいと思います。はい、ピンクのニットを手に持って、このピンクピンクで変身。はい、こんな感じ。一気に雰囲気変わったんですけれど、このニットもすごい可愛くて、あのこちらも 2way のニットになっています。あの紐をくるくるっと巻いてもらっても可愛いんですけど、紐は中に収納することもできるので、紐がいらないっていう方は収納してきてください。そしてこんな感じですね。はい、くるっとすると、V を後ろにしてこのクルーネックを前にして着ることもできるので、結構ねあのなんだろう、両面すごい雰囲気が変わるので、本当に1枚2役っていう感じで、とてもこちらもおすすめアイテムになっております。で、あの紐はね V の時もこの U の時もどっちに合わせてもらっても可愛いので、気分でアレンジしてきてください。はい、ラスト1体です。ラストは私がもうすごいお気に入りのこちらのワンピース。アイボリーも水色もどっちもすごい可愛くて迷っちゃうんだけど、アイボリーを着てみました。ぴょん。はい、こんな感じです。ちょっとさ、あのいつもの私よりレディーライクな感じで、このワンピースすごい可愛いなと思ったんだけど、あの私がつけているこの首につけている紐は、あのワンピースについている付属の紐になっています。で、あの首に巻いてもらってもすごい可愛いし、髪の毛長い方だったら髪の毛に巻いてアレンジしたりしても可愛いし、あとね、あのヘアバンドとして使ってもらっても、ワンピースとヘアバンドの色が同じだから可愛いかなって思ってちょっとつけてみました。この感じでさ、あの歩いてても可愛いよね。なのでもう紐は自由に自分がアレンジしたいようにして使ってみてください。そしてあのやっぱりこのワンピース自体ウエスト切り替えが入っていて、スタイルアップはもちろんもうされてるんだけど、あのウエストをねギュッてしてもすごい可愛いの。
キュッてするとスカートがよりボリューミーに見えるので、また全然違う印象で着れるので、この着方もぜひやってみてください。はい、こんな感じ。はい、ということで皆さん、 22SS 先行予約アイテムいかがだったでしょうか。もうさ、どれも可愛くて、本当にね、おすすめしたアイテムがもう盛りだくさんすぎたから、ちょっともう大変だったんだけど、もうね、本当におすすめばかりなので、もうぜひチェックしてみてください。ということで、17日お楽しみに。